皆さん、こんにちは。本日は、微分、4次関数についてやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。例17です。関数の極値を求め、そのグラフを書けという問題です。はい。まずは、y'。シ、え、ュ、ー。これ、まあ、4次関数は3次関数と同じように、えーまあ、微分して増減を書いていくと OK です。はい。で、こういうふうになりますので、はい。ッ、え、シ、ー、y' が0の時に、x の値は0と、プラスマイナスルート2というふうにすることができまして、はい。増減表以下のように表すことができます。はい。こんな感じですね。 はい。で、えー、まあ、下がって、上がって、下がって、上がるっていう状態です。こんな感じです。はい。で、それぞれどうなるかと言いますと、はい、それぞれ、マイナス4、0、はい、マイナス4、というふうにすることができますので、はい、x イコール、プラマイのルート2のときに極小値がマイナス4。はい、x が0のときに極小値0。で、グラフを書くと、はい、こんな感じにすることができます。はい。それでは早速、問い重なやってみてください。 それでは解説に移ります,1です。まずは微分してあげましょう。 で、微分してあげて、微分したものが0のときは,は、x はマイナス201とすることができます。すると、増減表を書くことができますよね。y' がそれぞれ、まあ、プラスマイナスどうなるかなっていうふうに考えてあげると、えー、今回はこんな感じ。えー、要するに、えー、今回だと、これ極小、極大、極小って感じになりますので、x0 で極大ゼ0で、えー、極小2つ取りますが、この場合はちゃんと両方書いてください。x がマイナス2のときに極小値、マイナス8分の3。x が1のときに極小値、マイナス12分の5。 5ですることができますまた、まあ、グラフ、まあ、こんな感じにすることができるよっていうことも一緒に押さえておきましょうここでポイントとして最大最小とは違って極大と極小はいくつか存在する可能性があるよっていうことも注意しておいてくださいかっ 2>, 2の問題はい y イコール x4 乗マイナス 2x3 乗ですがはい微分してあげてってやるとはい x イコール02分の3とすることができますで今回は0よりもちっちゃかった場合マイナスですね で、0から2分の3の間、例えば1だった場合もこれ、マイナスになります。で、2分の3より大きい場合、プラスになる。ということで、下がって下がって上がるっていう状態になりますので、こちら、まあ、結論からすると極大値取りません。で、極小値。まあ、この部分で極小値取りますね。はい。ということで、x イコール2分の3の時に極小値、マイナス16分の27で、極大値はなし。ない場合はなしっていうふうにしっかりと書くようにしてください。で、グラフ。まあ、グラフはこんな感じで書くことができます。 え本日は4次関数についてやっていきましたが、まあ、4次関数、ね、えー、計算がまあちょっと大変にはなるかもしれませんが、やることは3次関数とほぼ一緒ですので、えー、しっかりと流れを押さえておくようにしましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。